ランツフーとは、ドイツ連邦共和国バイエルン州の都市、ニーダーバイエルン行政管区の区と、2004年に創立800周年を迎えた。市内をイーザル川が流れる。ミュンヘンの北東約5 0トルに位置し、周辺都市とは、鉄道、高速道路で結ばれる。また、ミュンヘン国際空港に近い地の利で、郊外には企業の進出が多い。 ドイツテレコム、BMW など。1204年、バイエルン公ルートビヒ一世によって、トラウスニッツ城が創建され、城下町として発達した。1349年、神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世の没後、バイエルンを分割、次男のシュテファン二世がランツフートを含む下バイエルンを、領有した。以後、シュテファン二世の子孫がバイエルンを受け継いでいく。 1475年、当時の君主であったゲオルクがポーランドからカジミエシュ4世の王女ヤドビガヤゲロンカをヒとして迎えた際に、華やかな結婚式典が行われた。これを記念して4年に一度開かれるランツフーター、ホッホサイトという祭典は有名である。ありがとうございます。